はい、イズログです。ただいま、ただいま我が家はい、まあ、こういう理屈で、まあ、つららっていうか雪崩が起きるんだなっていうのを理解したので、まあ、ちょっと雪を下ろしましょうか。まだ多少スキー場バイト行くまでに時間あるんで、それまでに、つい昨日、直近で、新潟県の18から20日かまでのね、あの寒波で閉鎖が相次いで道路がね、今新潟から出られないよっていうことがあったんですけど、まあどう出られなかったかっていう激闘の記憶をちょっと語っていこうかと思います。はい、これはですね、牽引ロープが切れた後ですね。なんで牽引ロープ切れたかって言ったら、まあ僕もハマりましたね、さすがに。行ってはいけない方向に行ってしまったんで、まあどうしようかなっていう感じ。で、やっぱり、ハマるとね、心細いね。動けないと、あ、どうしようどうしようどうしようってパニクるよね、やっぱ。相当パニクったわ、あれ。でもやっぱり、その時にね、一番先に声かけてくれるのはダンプの運転手さんなんだよね。お、大丈夫、どうした、ハマったか、みたいな感じでさ。そしたら、あんたもハマってんかいみたいな感じでね、もうハマったやつのよしみでみたいな会話が始まるんだけど、まあそれはそれですごい心強いよね。で、ダンプのうんちゃんが引っ張ってくれたんだけど、テンションかけてから引っ張るっていうのを知らなくて、あの、思いっきりビーンって引っ張られたから、バーンって切れたんだよね。で、あと、この、悪路脱出、そう、脱出のグッズは、正直これは役に立ちません、マジで。なんでかっていうと、砂浜とかだったらいいんだろうけど、雪道とかだと、その、掘って、ちゃうと、その掘られた分地面がタイヤに近くないとトルク伝わんないから、まあ出られませんよねっていう感じで、1枚粉々です。まあね、チェーン巻いたやつでこうガリガリやったから、そりゃ粉々っすわ。はい、でもこれ以上何か詰めれるものがないかと思ってね、安全旅も詰めました。そうしたらね、脱出できたのよ。なりふり構わずに何でもかんでもやるっていうのはすごい重要だよね。で、なんか知んないけど、あそこ、燃料の給油口の、蓋がですね、なぜかわからんけど行かれてます。なぜかはわからんけど行かれたんで、まああとどうしようかなって感じです。まああとはスキー場の準備だけして、まあやる感じです。なんだけど、ちょっと今、さすがにちょっと疲れすぎてるから寝ますっていう、報告でした。ではでは。